日本時間8月11日、日付はイカ道、パリゴリンレスリング競技の女子フリースタイル 62kg 級決勝がシャンドマルスアリーナで行われ、日本代表の元木桜がイリナコリアデンコ、ウクライナ、と対戦。12対1で勝利し、見事金メダルに輝いた。今大会がオリンピックデビューとなった元木は、 そのウインとなった1回戦はわずか38秒でフォール勝ち。2回戦も相手に1ポイントも与えずテクニカルスペリオリティ勝ちと圧巻の強さを披露。準決勝では27と劣勢で迎えた第2ピリオド残り1分半。騎士回生の反り投げから相手を抑え込んでフォール勝ちと、劇的な大逆転勝利で決勝の舞台まで勝ち上がった。迎えた頂上決戦。 対峙したのは東京オリンピック同メダリストのコリアデンコ。第1ピリオドは互いになかなか攻めきれず、2度パッシブを取られた末にアクティビティピリオドで1ポイントを失い0対1に。しかし残り30秒で足元を崩してから4ポイントを練習し、4-1と逆転して第2ピリオドへ突入する。 後半はオフィシャルに問題が発生し試合が一時中断するアクシデントがあったものの気持ちを切らさずその後もポイントを追加テクニカルスペリオリティ勝ちと最後まで相手を圧倒し頂点に立った2000年のシドニー五輪に出場した父スト氏に続き親子でオリンピアンとなった元木その父が果たせなかった夢を見事に叶えてにした金メダルは 日本にとってパリの地で5夜連続、そして1964万2021年の東京大会を超え、日本レスリング史上最多となる1大会6個目の金となった。